皆さんこんにちは。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今日は、アコースティックギター、アルペジオでもコードでも、演奏していてですね、コードからコードに移る際の、移動のテクニックといいますか、ある音を入れることによって、スムーズに、移動できたり、今のはいいなみたいな感じの、フレーズが、時として、ありますけれども、それをちょっと、いくつかご紹介したいと思います。はい。なかなか私も、これまでずっとギターを弾いてきましてですね、なかなか教則本とかに載っていない弾き方っていうのが案外、昔の70年代80年代の、テクニックには、あったりしますので、それをご紹介できたらと思います。はい。まずですね、Am から C に、それから D コードから F に行くパターン、ちょっとこれやってみたいと思いますね。朝日の当たる家っていう、曲があったんですけども、それが教則曲に合ってました。で、普通に弾きましょう。ちょっとやってみますね。どこにでもある AmCDF で、これを、ベース音をちょっといろいろ音を組み足して、移動してみたいと思います。Am から C に行くとき、5弦を弾きますね。タタ、5弦の2フレットを中指で、薬指で5弦の3フレットで、これで C に行きます。で、次 D、 これは D をで、人差し指でタータっていうのは、人差し指の、人差し指で4弦の2フレット、そして薬指で3、4弦の3フレットを押さえます。この際に人差し指中指にならないように、人差し指薬指にしないと、あと F コードのこの4弦以下のこれがちょっと押さえれないので、なのでここは人差し指薬指といきます。ゆっくりいきましょう。こんな感じでしょうか。はい。で、この際に注意することが一つというか、自分が注意してることがあるんですけど、とかって行くときに後の弦が響いちゃってます。それをこっちの弾かない指で、この弾かない指で弦をちょっと止めてます。止めずに一回弾いてみましょうか。止めてみましょう、音。なんかこう小説として、なんかまとまりのあるような感じに聞こえないでしょうか。結構ね、この、ベースランニング、ベース音でこうトントントンと走って、その名の通りベースで走って次のコードにバトンタッチするという。で、それを弾いてる時は、できる限り他の音を消すと、特にアルペジオの場合とかはもう混ざっちゃいますんで、なんかこう「ん?」っていう、違和感のある音に聞こえちゃう時があります。ストロークの場合はもうジャカジャカやってるんで、そんな気にはならないと思いますけれども、
特にアルペジオの時は、他の弦に使えて、止めるというようなことが一つポイントで、私はやっていますね。はい、それと、G コード G コードですね。 G コードと E マイナー、これもねちょっと面白いつなぎがあります。よくあるパターンですけど、これで、ミ、6弦の開放弦と6弦の、2フレット、これ中指もしくは親指で押さえます。ちょっとやってみましょうか。今親指で押さえましたですけど、中指で押さえても問題はないと思います。まあ、この際も止めれるんであれば他の弦は止めちゃった方がいい、アルペジオの場合はいいような気がします。でその逆もあります。C に行く時も例えば開放 C 4弦の開放 C みたいな、はい、そのような、パターンも、よくやってます。はい、まあ、G から、Em から G っていうのをやりましたけど、あと G から G これなんだっていうことなんですけど、なんか G がずーっと続くときに、タン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 とこうメロディーが入るときに、その、一小節前から数拍前からこうとかっていうパターンですね。はい、これは開放弦1、2、3、もう指も人差し中薬指とでやってます。どっちでもいいと思います。はい、これをやるとまた、ちょっと面白いかななんていうフレーズですね。あなたの首を、まあ、そういうフレーズでもやったりしてます。でその際に、こうダダダダ音符の長さだけ伸ばしてもいいんですけど、ここでスタッカートって言ってタッタッタって切るのも面白いです。最初の音だけ、この1フレット2フレットの、F シャープここだけ切るっていう、もう全部切っちゃう。まあ、こういうふうに、G コードを弾くときも、よくよくかなあります。じゃあ最後に、Aマイナーから F につなげるところですね。はい、Aマイナーから F につなげるところ、それともう一つやりたいと思います。Aマイナーから、E7 に行ってまた Aマイナーになるパターンですね。はい、まず、Aマイナーから F うまくつなげられないなっていう方結構いらっしゃると思います。私もその一人でした。具体的なフレーズはこういうフレーズですね。Aマイナー弾きます。
こちないんですよね。これがテンポが速くなればなるにつれて、まだ音が未だに出ないことがあるんですけど、でこの Am から F に行くときにある音を入れれば簡単に F につなぐことができます。6弦の開放弦を1を入れます。でここで制覇しますね。はい、ゆっくりいきましょう。っていうふうに、6弦の開放弦を入れて F に行くと、まあコードストロークの時はすぐには難しいですけど、スムーズにつながります。特にアルペジオの時、とかっていうふうに、私は Am から F の時はもうほとんどこの、6弦の開放弦これ入れてます。はい、なんか今日いい音になりますね。それで、弾くとスムーズに移行ができると、はい、それで移行みたいな、はい、ここで笑っていただけるとありがたいんですけれども、はい、じゃあ次行きましょうか。最後です、長渕剛さんの純子っていう曲のイントロ部分ですね。離れない離さない離したくない君、いろんな言葉で君に愛を告げてきたけれども、ここです。はい、まあ弾き方は、今回はちょっとあんまりやらないんですけど Am なんですね。ここだけやりましょう今日。まずこれ開放弦入れます。いきます。6弦の開放が2回ありますね。2回目で3弦の1フレット人差し指で押さえます。1回目は開放弦です。2回目、なんかそれらしきフレーズになってきましたね。まずここまでですね。タとタズ、もう2つの音を入れるだけです。ここまで来たら中指で6弦の2フレット、そして薬指で3弦の2フレットを押さえます。こういう形ですね。でそのままずらして2フレットずらして4 1,2,3,4 1,2,3,4 フレットです。であとは普通の Am を弾くと。じゃあ通してちょっとやってみましょうか。離れない、離さない、離したくない君、いろんな言葉で君に愛を告げてきたけれども、こんな感じです。けけけれども、ですね。はい、まあ今日はもうベースランニングっていう、こうベースでこう 走っていって次のコードに行くっていう、そういうのを中心にやりましたんで、まああんまり、他のことやってないですけど、ベースランニング、これを、いろんな曲でやると、面白いと思います。はい、ちなみに、先ほどのね Am から F、 具体的な、コードで言いますと、曲で言いますと「カモの流れに」っていうカグエメの曲があるんですね。
の部分です。あれは初めての恋、この部分ですね、はい、ぜひ、一度演奏に、取り入れていただければ、どうでしょうか、皆さんの演奏の参考になれるような動画をこれからも、撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。そしたら最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。